配信。ターンアップ。こんにちは、剣崎和真役の椿孝之です。本日2019年1月25日はなんと仮面ライダーブレード第1話放送開始からちょうど15周年記念ということなんですよ。イエイ。そしてそんな15周年を記念して、大人のための変身ベルト CSM シリーズからなんとついにブレイバックルが発売されることになりました。で、今日はその試作にいち早く触れるということでバンダイにやってまいりました。それでは早速見てみましょう。トーン。いよいよ見れる時が来ましたよ。おっ、見たいですか？僕は見えてます。え、なぜ見てるんですか？なぜ見てるんです？いや、お見せします。どうぞ。すごい、これはすごいぞ。かっこいい。造形がすごい細かいな。これはこうなったら、すいません、これ変身してみてもいいですか？いいですよね。行ってきます。ん？なぜ電気が消えたんです？え？あ、はい、変身。ターンアップ。おぉ、すごっ。うわぁ。そして出ました、ブレイダウザー。うわぁ、でっかいですね。なんとデラックスと比べるとこんなにも違うんです。バランスも劇中に出ますね。これはテンションが高まる。サンダー、運命を切り開け。コンプリートセレクションモディフィケーション、ブレイバックルラウザーオブゾーバー、ブレイラウザー。仮面ライダーブレイド、15年間愛してくれた皆様、いつもありがとうございます。今回の CSM はそんな皆様にとってきっと宝物になると思います。僕もたくさん声を収録しちゃいましたよ。よっ、えいっとかね。鑑賞用、そして自分で遊ぶ用、そして僕用、買ってください。買ってくれないと本当に裏切ったことになりますよ。では剣崎和真役、椿孝之でした。